ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は曹操軍は叩けたけど、馬頭軍に停滞敗戦をしたところまで。まさか馬頭軍にここまでの力があるとは思わなかったよ。武漢陥落くらいならまだしも、長安攻撃が失敗したのもな。舐めてかかったつもりはなかったけど、あそこまで激しく抵抗されるとはね。援も落葉も立て直しが必要な状況になってしまったし。曹操軍は叩けたけどという状況だよ。ここからラストスパートに入るから手を抜かずに頑張らねば。まずは馬頭軍にお礼参りに行こうか。それだな。牧羊では斬敵相当、長安では撤退戦となってる。無事逃げ切れればいいけど。とここで金蘭が豊に仕掛けていった。武力がわからないんだけど。怪我してなくてこの武力。なら金蘭がきちんと見て仕掛けたことになるね。よくやったとしか言えないな。それも押され気味の馬頭軍との戦いでね。当然の一撃。これだけ武力差があればね。あとはあれがなければいいけど。なかった。打ち取ったら一気打ちした意味が半減しちゃうから。捕まらずに逃げ切れよう。これ以上攻めてを失うわけにはいかないから。武漢から援攻が来てるし。となると、武漢の兵は減っている。ここで国兵の公孫さんが終わりを迎えようとしてる。前回の連合前にも追い詰められていたようだから。これでおしまいか。王騎は登用できずか。ダイヤ武将を北に流す簡単なお仕事は継続中。忠義を捧げます。ここでまた連合。公孫さんはどうなるのかな。この状況で加入はしないんじゃ。してた。参加させる方もさせる方だと思うけど。一応は立て直す時間は与えられたという感じかな。かなりボロボロだから解散後にまたという気がするけど。遊園軍が国罰を繰り返してるけど。いい武将がいるのに全然成功しない悲しさだよ。同僚に高中、義援に対し時と一流クラスがいるのにな。武漢奪還からの長安攻略を目指したところだけど。迎撃された。この程度なんとかしろ。なんとかできそうな気配はしてるけど。援軍が来たらどうなるかだな。孫一がやられた。さらに捕まるし。これ以上は無理だね。しばしごときに。主力級がいないからどうにもならなかったよ。孫一も捕まってサイド攻撃はかなり厳しい状況。遊園軍が天水を攻める姿勢を見せているので。このチャンスを活用したいと思うよ。馬長と女英か。超人が瞬殺された。孫一が帰ってきた。早い期間はありがたいよ。長安攻めと武漢奪還を同時に行っていく。お互いに援軍を出せないようにすればどちらかは落ちるでしょ。なんか北上してるな。うちの不占領部隊を迎撃に行ったみたいだよ。これは好機かも。地味に曹操軍が攻めてきてるんだよな。名手の仕事をこなそうとしているのかも。こっち方面では奉仕での殲滅を目指してるから一騎打ちは期待できないし。地道な殲滅戦をしているからあんまり映ることはないよ。それでも地味に頑張ってる。兵士の撃破数では馬頭軍とは比べ物にならないよ。ここまで弱体化してるのに兵を出せる不思議だけど。武漢はまだ攻撃準備が整わないから。先に長安を攻撃するよ。馬頭が戻ってくる前にな。損害度外視で一気に行くよ。青蘭二人組のおかげで瞬殺。こっちが本気を出せばこんなものだよ。馬頭軍ごときに苦戦する孫悟じゃないからな。捕虜は多分対象武将は豊くらいしかいないはずだから。滅ぼすまでにどこまで増やせるかだな。少しでも増えてくれると嬉しいんだけど。恩はいずれ。さあ、みんな長安に入れ。馬頭追撃はやらない予定で。損害を受けることは許容できない西部戦線だから。長安を攻略したから。孤立無援になった武漢を攻略するよ。二度も負けるわけにはいかない。もう少しかかるかな。曹操軍は飽きずに攻めてきてる。人流に釣っているのもあるけど、ほんと再現がないよ。ここで武漢を奪還。援はこれで安全になったから他に移動させようか。歩兵量が多い都市にな。
どんどん撃破していけ。曹操軍がどんどん攻めてくるんだけど、ここで孫策が曹公に仕掛けた。曹公には誰かが負けていたね。今までのお礼は孫策がするからな。小覇王が力、とくと見よ。かかってくるがいい。打ち合っていき、いいカウンターが入った。珍しく今から落とすか。最後の最後でね。落として当たり前の武力差でもあるんだけどな。ちなみに連合結成後から曹操軍は3から4万程度はすでに失ってる。また解散後が楽しみだよ。さすがに曹操領を超えて提言という輪は攻めてこないか。毛沢と長州が頑張った方だと思うよ。各将も捕まえろ。各地に武将が散らばっているので苦しいけど、可否も頑張って防衛していくよ。うまく石壁を使って遠距離で仕留めていく。我が軍略で勝利を導かん。燃やしすぎにご注意ください。大丈夫そうだね。この諸葛閣の地望とくと味わえ。可否はなんとか守れるかな。安心できないこの感じがね。捕まるか。誰か送り込んだ方がいいかも。仕方ないから朝廷を出陣させた。統率は高いからなんとかしてくれると思いたいよ。皇巡を撃破して菊里が走る。諸葛閣も遊ばせておけないね。早く移動しろ。機関撃破。よし、次の迎撃のために陣を建設しておくよ。主力の派遣は無理だから、少しでも自給できるようにな。抜かれない戦いを目指さないとね。黄河を越えてくる曹操軍を迎撃しつつ、ようやく西で攻勢に出られるだけの物資が確保できたので。ただ、早くも馬頭軍が反応しているような。天水と V から部隊が出陣してるな。陽子はいいけど、奉仕馬頭は戦い方次第で全滅の危機まである。なんとか受け止められればいいけど。密集地に先方叩き込まれたら終わるかも。それは回避したいところだよ。なんとかなるか。いいところで。こちらの外交だから文句は言えないよ。受け止めるのは陸遜か文帝になりそう。と思ったら、先方じゃなく一騎打ちだった。集隊は近くにいなかった模様。これはさすがに無理かな。生きて帰ることを願うばかり。西陵の金馬町、水産。我こそはと思う者はおらぬか。一撃は回避。少しやり返したけど、ちょっと惜しかったかも。もう一度強攻撃を当てられていたら勝てていたかもしれないよ。そういうたらればがないのが一騎打ちではあるけど、突撃で済んだ。よし、あとは押し進んで応援で支援して。馬運力を捕まえた。一騎打ちをお願いしたいんだけど。馬長も撃破。これはなんとかなるかも。問題は馬長に次に奉仕報徳が来てること。馬長よりは弱いとは思うけど、隣接効果次第では同等かも。とにかく体勢を整えて迎撃していこうか。全力だ。こういう長打できてくれるやつばかりだといいんだけど。まずい。これは少し前に出過ぎたかも。馬長を撃破して慢心してしまったかもしれない。奉仕報徳に隣接効果が乗りまくりな気がするよ。なんとか耐えられるか。大将以外は解放だ。あ、安定からも迎撃が。奉仕受講に加入じゃない。馬鉄は撃破したけど、騎兵が壊滅。さらに捕まる。陸遜も捕まる。やられてもいいけど捕獲は勘弁だよ。テイクもやられた。今回は捕まらず、陸遜は親子で捕まりやがった。これは西での攻勢をかけられるだけの戦力を集められないかも。早く撤退しないと。安定攻めは中止して全軍撤退だ。
馬頭軍相手にここまで苦戦するなんて。少し舐め口すぎかもな。そんなつもりはないくらいの戦力は集めているんだけど。孫策投入で一騎打ちには負けない体制作りがいるかもな。撤退した安定攻略部隊だけど、馬頭軍が遊園軍が天水に攻めてきたことで兵を移動させた。これはチャンスかな。漁夫の利とか言ってられる状況じゃないし、勝てる時に安く勝たないと。しくしくと安定攻略準備を進めていたら、すまぬ、上位が顔料に仕掛けられた。うちの隠したばかりを狙ってくれて。孫策が怪我してるのが悔やまれる。でも、なくはない武力差かも。八差ならワンチャンはあるかもな。勝てると思うな。地位のみでないこと、見せてやろう。付き合っていき、それはいい勝負。最後で、最後の攻撃次第で勝ちがあったよ。これは停滞な。こういう負けが今回は多いね。勝ってくれれば今後がさらに楽になったのに。遊園軍がサクッと壊滅したから漁港が戻ってきてる。さらに迎撃だよ。一気に攻め立てれば、もうどうなってるかわからないけど。安定を攻略。本当は怪我わからない間に攻略したよ。多分セイラン主前が仕事したんだと思う。なんとか取り付けていたんだね。大将武将はいません。今のところ豊だけだから。はいずれ、あとは殲滅しつつ次の準備に取り掛からねば。バウン力はお帰りください。孫将校との一騎打ちが見たいところだけど。馬一族はよく捕まるな。処断されないと鷹をくくっているのかも。安定攻略から即 V 攻めに動いたけど、 V と天水から攻められる状況に。漁港が厄介すぎるから、なんとか撃退してから V に向かいたいところだよ。後ろの下流も怖いしな。ここに来てこれだけ猛将を抱えられてるとちょっときついよ。曹操軍の備えでうちの主力陣が取られてるからな。手を抜くと間違いなくやられる可能性が高いから。この両毛が軍略、刮目してみよ。激しく燃えてやがる。あんなところにあんなに燃えるものがあると思えないんだけど。ここで火竜が仕掛けてきた。郊外おじいちゃん、討ち死にだけは回避しろよ。武力差は10もある。生きて帰ってくれることだけを願うよ。捕虜になってもいいからな。鉄弁でぶちのめしてくれ。一撃は回避。いきなりかましていった。ダメージはそこまでじゃないけど。まさかの大金星。なんという番狂わせ。これは座布団が飛ぶレベルだな。かなりありがたいけど。なんだと。火竜を捕まえろよ。火竜を押し包んでるけど。漁港が戻ってきたね。捕まえた。これはワンチャンあるね。護国隊が。漁港の戦法が貫通したようだよ。上からの部隊はこれで撃退完了。あとは漁港を撃退すれば前進を再開できるよ。郊外おじいちゃんは漁港も撃破していいんだぞ。さすがに奇跡は二度も起きないよ。おじいちゃんパワーは一度きりしか使えないか。おじいちゃんコンビが頑張る。孫悟はおじいちゃんで持っているから。漁港撃破。てか、また V から出陣してない。これ以上乗兵を減らすと厳しいと思うんだけど。ここで攻撃を急いだつけが。上岸から兵糧を送ったから大丈夫だと思うよ。1ヶ月の猶予があるもんな。そんなに距離は離れてないでしょ。ちなみに上岸にあった兵糧20万近くを輸送中。この後もあるかもだから。無駄に迎撃してきた馬鉄王、撃破して V への障害はなくなった。徴兵も減ったから攻略もしやすくなったしね。時間をかけられない状況でありがたい。時間だけがかかったけど、 V 攻略戦開始だよ。工場兵器はいないからとにかく殴りまくれ。
全方位すれば確実だから。混乱して反撃のないままじわじわと攻めていく。攻撃しているけど変化がないからなんともだよ。何もないまま第二形態兵。派手さはないけど堅実な攻めだよ。ここで V 攻略。よし、これで馬頭軍の滅亡が見えたね。まずは西を平定してだもんな。強族はいつかは使いたいかな。豊は豊がいないかな。すごい名前の武将だな。後期の武将のようだけど、三国成立した後はあんまりだから。縁起のみの武将か。捕獲していた加優さんは一発で投入できた。これはありがたいね。というわけで、馬頭軍をほぼ滅亡にまで追い込んだところで今回がここまで。ご視聴ありがとうございました。